Star Schwadam, Takar Udam Chawa Wisa Starsha Maga, Haul Gwana, Dabi Udam Yaudan Mash Udams Haucha, Gwarpati Gaujata, Ya Udam Yauda Pacha.はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファークライプライマル続きやっていきましょう。あらすじがまた更新されて、誰だったっけな、なんて人を捕まえたんだっけな、ロシアニだ。ロシアニを捕まえて、で、まあ、まだロシアニ、檻の中にいる状態だけど、ウダムじゃないや、イジラか。イジラ、ん？どっちだっけな。どっちかが食料の種を、持ってるっていう話を、秘密を檻の中から教えてくれたんで、まあその毒の対処法とかを手に入れてウダムに喧嘩売りに行くこともできるけど、イジラのロシアに、これだ、イジラ同士の争いに紛れて村のために種を盗め、これやってこう。よし、ここにファストトラベル。まあ今後ウダムのウルを倒したら、イジラのあのサンウォーカーのボスも倒すことになるんだろうけど、サベルタイガー、ここだね、行ってみよう。さあ近いよ、食料を盗みに来ました。食料ください。あ、ここでクエストをまず受けるんだ。イジラ同士の争いに紛れて村のために種を盗め。ソーシャルハンチャンディサーシュマンワイダダオサム、太陽の種、種のありかに行け。こうか、結構近い。この食料の種を手に入れてしまえば、ウィンジェは豊かに暮らせる。今も人口が結構増えてきてるからね。イジラが見つける前に種の袋盗め。マジか。じゃあゆっくりしてらんないな。一人？2人、こいつバッショイ、3人、はい、お、これで全員か。種、ん、これじゃないよな。赤いオブジェクトがどっかにあるか。ん？あれじゃないの？あと2つ。タイガーと連携して。盗むぞ。盗んで豊かな暮らしを手に入れるんだ。あそこにもいる。滑り降りて蹴る。よいしょ。バーニングサンサークル。え？待て、すげえいるぞ。この辺使うか。火炎爆弾だ、そうだ。提供してもらったやつ。そい！もう一個。テイクダウン。なんかダメージ食らってる。ほら。ほら、ほれ、おっ、サークル解除サークル解除制圧。どっちが近い。まずここでいいか。
どこにいる？もういない、ここ。いや、声してるんだけどな。テイクダウン、いた。ナイフ。全員かな。種あった。さあ、あともう一つ。あんまりチンタラしてるとイジラが先に見つけちゃうな。そこだね。索敵してみるか先に。いや、時間かかるから行っちゃおう。あれ、いない、いないね。いるね、草の中に紛れてて見づらいな。もう一人いる。おっ、テイクダウン。うん、こいつが持ってる。ほら、よこせ、ゲット。よし、脱出するぞ。乗せて、あっちに行こう。あ、脱出範囲が広い。ここでエリア外に脱出。よし、太陽の盾完了。食料ゲット、食料の元をゲット。スキルポイント獲得。あ、火から受けるダメージが軽減される。これでアンロック。でロシアには今どうなった。これで話すか。よし、ロシアには洞窟じゃなくて村の外れあたりのこの檻。どうしてる？パシタウェンジャサクイムムティサクシクンノサクイタタムウェンジャイダムシ。しゃあないな。材料あるかな。ある。よし、あ、またキッズがいる。ロシア二の子や。もう材料は足りないね、足りない。噛みつき魚が今度必要なんだ。しかも希少。現在のクエスト、まずこのクエスト発生してる村人をやってウルに勝負仕掛けよう。ロシアに。イズイライウェンジャシナールヒナチャムパチャールシクワイウェンジャシナールマチグワマルシハムグワナルシシュダムタシラダムシャダールシクワイウェンジャシナールプロベルテイザヒナチャールシプロベルテイスシルハインウィンジャー・グワンナーシュ。ウシギウシギクワデスワダスウフリギサシワマシハジラスウィンジャー・ハサルスウフリスマヤダウハイタカアイシウィンジャー・サルワダスシルハインハナマアイシュムサパルグイズイラワリスタダチャ。小さいこのまま残るってここに。大丈夫かな。何も聞こえない。つまりあれだ、ウィンジャーを生贄にして太陽が畑に恵みをもたらすと、なんか古代の世界ではなんかそういうなんか生贄捧げて恩恵を得るみたいな、そういう言い伝え結構あるよな。
場所はここ生贄としてイジラに捕らわれたウィンジャの狩人を救え、救おう。火炎爆弾あるけど、火炎爆弾敵暴れちゃうから凶暴化爆弾を愛用していこうか。どう、ここさあ、ここがもうエリアだな。明るい。フクロウ、ちょっと待ってね、ここにいて。この辺にいてもらおう。フクロウ、ドッキにぶつかる。どの辺にいる。まだクエストを受ける必要があるから、まだいないか。血の生贄、どうだろう。もう一回見てみよう。誰もいない。まさに生贄捧げるような場所。あ、いるいるね。あ、ここに乗せるんだ。警報器もあるが、敵自体そんな多くないのか。この上にはいないし、あっち明るいけど何もいない。ひとまず OK。 こっちから行くか。生贄の人たちを見つけてないけど、どっかに捕らえられてる。プラジマンストーン儀式やってる。おこっち来てる。あー、まずい。ちょっと下がろう。あ、右向いた。あれは敵対化しそうな人に見えないな、あの3人は。こいつ、あ、後ろ下がった。テイクダウンして、で処理をしましょう。ほい。見られた。まずい。ほら、テイクダウン。わ、すげえ来てる。ほら、ん、祭司が到着しただと。ナイフ、こいつのせいだ。壊れた。来てる。ほら、投げナイフ、こいつも倒しちゃう。ほら、ウィンジャを解放しろ。あ、いたし、こやつだ。オッケー、血の生贄完了。もっとたくさんいるのかと思ったけど、生贄1人か。で、人口が181人。なんかここアイテムある。あ、これだ。スピリットトーテムを置いて、さて、ティンサイとロシアに今どうなってる。スキル2ポイント。どうしようかな。そろそろビーストマスター覚えよう。村クエスト、
ロシアに。よし、行こう。さあ、ロシアにティンサイと仲良くしてる？どうなってる今。こっち？あ、いた。イジラに居場所を知られた。捕虜を隠しているかもしれない。人質か。火炎やられる前にやっておかないとな。なら場所はここか。イジラのキャンプを燃やせ。よし、うん、イベントが発生してる。なんだ、あ、エルクがいる。小競り合いだ。仲間がやられる。ほい、はい、ナイフすげえ飛んでくな。はい、あ、希少なエルクだ。はい、助けた。アイコンつけて。タイガー、タイガー、タイガー行くぞ。ん？おっしゃっと。おい、このコンボよ。この上か。さて、近い。燃やせだから。こういうこと？火炎。まずここ登って、キャンプと畑を燃やせ。これをすでに映ってるぞ。サンウォーカーリング。捕虜4人いるぞ、映ってるだけで。登れない。ちょっとどっかここ登りたい。さて、ウィンジャ、おお、ウィンジャいるもんな。戦いに加わるって言ってもな。あ、戦えるようになってる、なってるが、それなら、いやでも防御硬いやつもいるからテイクダウン必須だな。麦畑か何か。敵自体はそんなに多くない。あ、見張りがいる。うん、見張りやっちゃうか。OK。 あ、死体が落ちた。死体回収。よいしょっと。なんか吊るされてるな、そこの捕虜。あ、あそこにもいる。奥の方からぐるっと行くか。タイガーとね、あんまり距離離れすぎたら、この待機指示を無視して接近してくることがあるから、タイガーも少しずつ場所を移動させよう。で、こっちにはそんなにいない。そこに一人いるけど、ん？
え、タイが気づかれた。マジかよ。あ、よし。誰に見つかりかけてる？ん？いないぞ。あ、あんなとこにいるんだ。タイがあいつやれるか。よし。よし、この二人だ。おらおらよし。さあ、まずは捕虜。これ大丈夫か。縛られてる。ちょっと助けて。はい。さてと。まあ、槍でこのまま燃やすのもありだけど、せっかくこれがあるんだから。はい。これから毎日キャンプを燃やそうぜ。燃やしまくれ。こっちも、はい。あったあったあった。で、敵が来るよな、きっと。来てる来てる。ほら。ほら。この下が。うん。うん、あ、いた。ほら。さあ、どんどん燃え広がる。あ、痛い。よし。テイクダウンができないから刺す。まだまだ燃やせるな、これ。これを燃やして、これどんどん燃やそう。これも、こっちも燃やす。あとはこの真っ黒焦げだ。これも燃やす。キャンプがあるな、こっち。捕虜近くにいるけど大丈夫か、これ。これも燃やそう。はい、あっ、熱い熱い。捕虜出てきた、大丈夫。捕虜、お、敵来てる。おらー、これ痛い。テイク、レッジテイクダウン。こいつもテイクダウン。投げナイフ。タイガー。で、肉食う。こっちを燃やす。こんぐらいで全部じゃないか。よし、オッケー。火炎、あ、引けちゃった。ん、あれ、生き残りがいる。ほらほら、ナイフ。いや、このシャドウテイクダウンすげえ便利。ナイフ。さて、テンポよくロシャニのクエストやってったけど、どうしようかな。ビーストマスタースキル得てこう。ロシャニクエストはこれで一旦終わってる。さて、じゃあ今回ここまでにして、まださっくりとしたクエストをこの4名残ってるから、これやって、これ全部まんべんなくやってからウルと戦いに行こう。それじゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。